ひらちゃんこんにちは、社長です。実は数日間風邪で煮込んでいまして、何も手につかない状況でした。あんまり頭が回らない感じでしたので、いつもやってる環境構築とかを考えず、簡単な操作で動画が作れるサービスとかないかなとぼーっとさらしていたんですが、クオリティの高いものがありましたので今回ご紹介させていただきます。サービス自体は数ヶ月前から稼働していたのですが、数日前クオリティの向上が見られたとの噂で話題のダウンウェイです。残念ながら有料のサービスとなるのですが、無料枠で着5秒程度作成できますので、ご存じない方はぜひ一度お気軽にお試しください。で、このダウンウェイなんですが、テキストプロンプトから最大16秒程度の動画を作成することができます。結構クオリティの高い作品がいきなりできたりします。どちらかというとこの機能に興味があったのですが、お手持ちの画像をベースに動画を作れたりします。またその動画にテキストの概要を加えることにより、ある程度動画をコントロールできるようにもなります。早速利用方法についてです。とても簡単です。概要欄の URL より適当なアカウントで登録、フリープランを選ぶとこのようなボタンがホームに表示されています。まずはテキスト、こちらに表現したい動画を英語のプロンプトで記載し、ジェネレート4セカンドをクリック、これだけです。超簡単にハイクオリティの動画が生成されましたね。下の時計のマークをクリックすると動きの大きさを設定できたりします。標準では5、10段階設定できて数字は多いほど多く動きます。またカメラモーションでは文字通りカメラ制御が行えます。これも直感的で分かりやすいですね。このカメラ制御というのはアニメートリフとかではまだ実装できない要素かなと思ってたりします。では次に手持ちの画像から動画を作ってみます。以前の動画で作成したものから適当にドラッグしてジェネレート、こちらが完成品となります。いや、これを最初に見てびっくりしました。自分で描いた絵や生成した画像は動画になって動くんですからね、夢のようです。コツがあるとすれば、被写体が映る画像をベースにするときは動きを小さめにしておくことが良いかもしれません。また一度作った動画の続きを生成したい場合はエクステンド4セカンドをクリックしていくだけです。最大で16秒程度の動画を生成することができます。で、テキストからの動画はまだしも、イメージからの動画ではその性質上被写体の映る画像を激しく動かすことには向かないのですが、相性の良いものとして風景や建造物なんかが挙げられます。こんな感じですね。大きな建造物などが映るものをベースにカメラ制御で動画を作ったりすると品質の良いものが得られると思います。といっても素材によりますけどね。またこのチャンネルでも以前取り上げましたが、一番可能性を感じたのが動く背景動画の作成に向くのではという点です。わざと動きを抑えたもので作ってしまえば、割と違和感も解消された背景用動画を作ることができたりします。残念なことに今のところループ動画の生成ができるオプションなどがないのですが、もしこれが実装されればフル課金も視野ですね。イメージと合わせて概要にもプロンプトで指示を出すことができますので、例えば動画を夕暮れに変化させてみたいなことも簡単にできちゃいますね。楽しくてあっという間に無料枠を使い切っちゃったのですが、有償契約は数種類ありますので、こちらは各自でご確認ください。動画右下のウォーターマークも有償版では消えるみたいです。さて、今回は以上となります。今後も AI による画像動画生成関連に動きがございましたら当チャンネルでお知らせしていきたいと思います。元はこの数日話題の RTLCM の話題も盛り込みたかったのですが、これはまた別の機会にさせていただきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。読みやられの所長でした。バイバイ。